格闘靴田と申します。夏まで豊島区で議員をやっておりました。今自民党さんが作ろうとしている LGBT 法案というものがあるんですけれども、 LGBT 馴染みのない方も、いらっしゃると思います。これはですね、レズ、ゲイ、バイ、トランスセクシャルというですね、性的に、まあ、普通の方ではない、方たちを指す言葉なんですけれども、これをですね、自民党が作ろうとしておるんですけれども、なんか細野モナオというですね、衆議院議員がおりまして、これはですね、心配する方々に向かって、理念法だから、大したことない、何の罰則もないし、みたいなことで事態を矮小化しようとしております。こういうですね、理念法をまず作られて、その法律には罰則がないんですけれども、川崎市で作られてしまった日本人だけが罰則対象となるヘイトスピーチ条例なんていうのをですね、ヘイトスピーチ法、理念法ですけれども、そちらを大義名分に作られちゃったんですね。この LGBT 法案もこれを大義名分として条例で罰則を定めるような悪用される恐れが多分にあります。アメリカなどではですね、自称女性の体は男という連中もですね、公衆浴場の女子風呂に入ってみたり、女子トイレに入ってみたりして問題となっております。日本でもですね、 LGBT 法が作られて、そういう方たちを差別してはいけない、区別もダメだなんてことになったら大変であります。自称女性の竿付き男性がですね、女子風呂に堂々と入っていても咎められない、差別と言われるからなんて事態になったら大変ではありませんでか。細野モナオという議員はですね、それはこれから確認したり知恵を絞ったりしていけばいいみたいなことを言っておりましたけれども、法律作る前に確認したり知恵を絞っておかなきゃダメじゃないですか。なんで慌ててそんな LGBT 法なんていうのを早く作っちまえみたいな、そういう空気があるんでしょうか。おかしいと思いませんか皆さん。なんで法律作っちゃってから知恵絞るんですか。その前に絞っとけよと私なんかは考えております。この LGBT 法、性的に正常な人、普通の人に非常に不利な法律になる可能性があります。日本改革党は LGBT 法に大反対しております。